寒さもあまり気にせず元気にしていますみたいな、はい、そうですね、ところで今から朝ごはんにリンゴをあげようと思いますって言って行くよってあげて、はい、パクみたいなんで、パク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 、そんな可愛い。あいつ上で食べますよね。ここで食べる、ここで食べるよね、はい、だから多分いい感じの、素晴らしい。またそのとこからね、またそのとこに会いに来てくださいって言えばいいですか、はい、そうです、バッチリです。特にトピックスはない、特にトピックスないね、まあ、でもリンゴを食べるところは可愛いと思うので、うん、リン、あ、なんかリンゴ好きなんですみたいな。そうですね、フルーツ大好き。あ、いいじゃないですか。今から朝ごはんに大好物のフルーツをリンゴをあげようと思います。木の上で暮らすクマなので、あ、そうね、木の上になるフルーツとか素晴らしい、好きなので、いいと思う。今からで朝ごはんにリンゴをあげたいと思いますみたいな、はい、そうします。